今日の部活はここまでだ。すぐに片付けに取り掛かってくれ。え、早くないか？明日は体育祭だから少し早めに部活を切り上げて最後の練習をしようかと思ってね。なるほど、それはいい考えですね。そっかそっか、とうとう明日が本番なんだな。そうですね、ワクワクすると同時に緊張してきました。はい、リラックスリラックス。みんな疲れてると思うけど、あともう一頑張りだ。それじゃあ片付けが終わった人から道場の前に集合ね。はーい。大丈夫です、気にしないでください。先輩を待つのは苦でも何でもありませんから。それじゃあ練習始めましょうか。先輩座ってください、僕が結びます。絶対に一番でゴールテープを切れますように。そうです、僕は非科学的なことは信じてませんけど、今回ばかりは別です。何としてでも先輩に優勝をプレゼントしたいので。自分の実力に疑いを持ったことはありませんし、先輩と僕なら優勝は間違いないと思いますけど、なんとなく願掛けしてみました。自信を持つだけなら誰でもできます。問題はその後です。有言実行しなきゃ意味がない。でも心配はしていません、僕と先輩ならできます。自信を結果につなげるためにも最後の練習頑張りましょうね。先輩、もっと僕に近づいてください。練習始めますよ。それじゃあ、行きますよ。焦らなくていいですよ、先輩。このままのテンポで、1、2、1、2。大丈夫です。落ち着いて。
やった、また新記録更新ですよ。これで優勝は間違いなしですね。先輩を支えるのはペアになった僕の役目ですから。そう言ってもらえて光栄です。二人で優勝を勝ち取りに行きましょう。僕、不思議なことに負ける気がしないんです。きっと先輩とペアだからですかね。先輩は天然なんだから。いいえ、何も。優勝したら先輩が僕とデートしてくれないかなって思っただけです。冗談ですよ、すぐ真に受けないでください。あ、でもデートしたいっていうのは本当なんですけどね。先輩とのデートなら僕いつでも大歓迎ですよ。よし、今日はここまでだ。これ以上は明日の負担になるからな。はーい。お疲れ様。みんなよく頑張ったね。今日までの努力を無駄にしないためにも、明日はみんなで一丸となって頑張ろう。彼女に女子更衣室をプレゼントするぞ。一丁弓道部の底力を見せつけてやるとするか。おー、目指せ優勝。先輩、明日は学年対抗リレーに出場するんですよね。僕応援に行きます。頑張ってください。それもそうですね。でもやっぱり僕は先輩を応援しますよ。弓を引く先輩の凛とした姿も好きですけど、一生懸命頑張っている先輩の姿も好きなんで。おい気のせい、無駄話してる暇があったらさっさと帰ったらどうだ。はいはい。宮地先輩が怒ってるので、先輩また明日。まったくあいつは、人がせっかく見直しかけたというのに。見直したわけじゃない。見直しかけただけだ。この差はだいぶ大きいぞ。部対抗リレーに木の瀬がここまで積極的に参加するとは正直思ってもみなかった。最初はただの気まぐれだろうと思っていたが、あいつなりに努力して優勝を勝ち取ろうとしている。その姿勢をだな。さあな、お
キノスの心配より自分の心配をしろ。体育祭で優勝することも大事だが、俺たちはインターハイを控えている身だ。くれぐれも怪我だけはしないようにしろよ。じゃかすな。俺は真剣に言ってるんだから。今日は早めに寝ろよ。また明日。先輩、こっちです。こっち。大丈夫だ。まだ時間に余裕はある。焦らなくても大丈夫だよ。リラックスして頑張ろうね。先輩もいつになく気合が入ってますね。そうですね。僕もそう思います。僕は最初から優勝以外見えていませんけどね。よっ、ちゃんと飯食ったか？これからが本番だぞ。お、それなら大丈夫そうだな。それにしてもお前のクラスめちゃくちゃ盛り上がってるな。まあお祭り番長の春樹先生のクラスだから当然か。うちの学校は祭りになると血が騒ぐやつ多いからな。春樹先生筆頭に生徒会も。そうだね。和樹なんか体育祭1週間前からやたらそわそわしていたからね。翼のやつもなんか変なもの作っていたな。あれ何に使うんだろう。被害が最小限で済めばいいんですけど。青空も大変だな。
それは怖いな。青空は手加減しないからな。けどさ、もちろん一番気合入ってるのは弓道部だろ。あ、どうしたんだ？どれどれ、何か面白いものでも見つけたのか？なんだよ、気になるじゃないか。ちょっと緊張してるみたいだけど、楽しむことも大切だよ。リラックスして自分の力を信じればきっと結果はついてくるから。はい。それじゃあ張り切っていってみようか。我が弓道部の健闘を祈って、えいえいおー、えいえいおー。位置についてよーい。先輩、そろそろ僕たちの番ですね。行きましょう。先輩、もしかして緊張してません？先輩の緊張もプレッシャーも僕が受け止めます。先輩は安心して僕に全てを任せちゃってください。部長と宮地先輩が来ますよ。来なせ、ヘマはするなよ。二人とも
あとは任せたよ。優勝を勝ち取ってきてね。先輩、大丈夫ですか？怪我はないですか？先輩、僕はそんなに頼りないですか？僕は年下ですけど、それなりに度胸もプレッシャーを跳ね返す自信もあります。僕を信じてください。僕が必ず先輩を1位でゴールさせてみせますから。泣くのは優勝してからにしましょう。僕たちは負けません。何があっても絶対です。さあ先輩、行きますよ。あとは抜かすだけです。先輩、僕にしっかり捕まってください。ぎっ、あいつらもう後ろまで迫ってきているぞ。あ、本当だ。くっそー。ここまで来たのに。くっそー、巻き返してやる。俺らにも譲れないもんがあるんだ。先輩、次のコーナリングが勝敗の分かれ道です。もちろん僕たちは勝利の道を突き進みますよ。たくさん練習してきたんです。迷うことはありません。まだ喜ぶのは早いですよ。ここから一気に差をつけます。どうせ優勝するなら圧勝した方がかっこいいですからね。お二人ともかっこよかったです。さすが天才、やることが違うな。優勝だぜ。さっきは大丈夫だった？怪我してない？
優勝できたんだから大丈夫だよ。ちゃんと最後までゴールできたことに意味があるんだから。無事で何よりだ。先輩、こういう時はごめんねじゃなくてよかったねだと思いますよ。僕が強気でいられたのは先輩のおかげですよ。僕だって先輩の前でかっこいいところ見せたいですからね。